ハイドロジェノソームは二重膜に囲まれた細胞小器官であり、水素と ATP を産成する機能を持つ。この小器官はミトコンドリアが進化したものであると考えられており、一部の専門虫、パラバサリア類、菌類などに見られる。図、ハイドロジェノソームにおける ATP 合成経路モデル。アネロブ、元気的条件。エルブ、好気的条件。フェラダキシン。 フェレドキシン、パイラベット、ピルビン酸、アセチル、COA、アセチル COA、アサターット、サク酢酸サクセイト、コハクササキシニール COA、スクシニール COA、COA、ホコウソ A ハイドロジェノソームは、嫌気的条件下で、リンゴ酸もしくはピルビン酸から、カルボキシル元を酸、酸化的に除去し、サク分子体水素、 およびに酸化炭素を産生するとともに ATP を構成する細胞小器官である。つまりは細胞の生存に必要なエネルギーを得るための小器官である。一部の嫌気性生物に見られ、ミトコンドリアを持つ好奇的な生物からは見つかっていない。系統的に離れた様々な生物がハイドロジェノソームを持っていることから、ハイドロジェノソームは共有派生形質ではなく、 修練進化によるものであると考えられている。ハイドロジェノソームは1970年代初頭、米国の研究者であるリンドマークとミューラーによって発見された。当初は変性研究性であるクロストリジウム属の細菌が細胞内共生したものであると思われたが、後にミトコンドリアに近い小器官であると考えられるようになった。1996年に、 トリコモナスのハイドロジェノソームから、ミトコンドリアのものと相当性の高い熱、ショックタンパク質が発見され、ハイドロジェノソームがミトコンドリアに由来する構造である、ことが明らかとなった。ハイドロジェノソームは、直径およそ1マイクロメートルの小器官で、水素を産生することから名付けられた。ミトコンドリアと同様に二重膜で囲まれており、内膜には、ミトコンドリアクリステに似た突起が見られる。 ハイドロジェノソームは前日の通りミトコンドリアが進化の過程でその特徴をいくつか失って成立したものとされており、例えばネオカリマスティクスやトリコモナスのハイドロジェノソームではかつて存在したであろうミトコンドリアゲノムは完全に失われている。一方でゴキブリに寄生する専門虫のナイクタザースオバリスではハイドロジェノソームのゲノムが1998年に 報告されている。これはミトコンドリアからハイドロジェノソームへの進化の中間段階であると考えられている。両者は二重膜に囲まれており、ATP を産生し、細胞自体の細胞周期とは同期せずに分裂する、などの共通点がある。一方、n オバリス以外の生物では、ハイドロジェノソームのゲノムは失われており、また呼吸差複合体、シトクロム、 ファフ 1ATP 合成酵素、クエン酸回路、酸化的リン酸化の過程や、ミトコンドリア内膜質のカルジオリピンなども消失している。回答系は細胞質で行われ、その最終産物はミトコンドリアを持つ生物と同じく、ピルビン酸である。ピルビン酸を出発物質とする点は、ミトコンドリアとハイドロジェノソームは共通するが、これを酸化する酵素が前者では、 ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体であるのに対し、後者ではファーである。一部のツボカビ類では、ファーの代わりに、PFL を利用している。ハイドロジェノソームにおいて ADP から ATP が合成される反応は、基質レベルのリン酸化であり、スクシニル COA 合成酵素によって触媒される。この酵素の働きで酢酸と水素が生成する。これは、 嫌気的条件用のハイドロジェノソームでは電子受容体として酸素を使えないため H が最終電子受容体を担うからである。ハイドロジェノソームは嫌気的条件下で機能する小期間であるが後期的条件下に置かれた場合には水素の代わりに加酸化水素が発生すると考えられている。トリコモナスバジェナリスハイドロジェノソームの研究が最も進んでいる生物は 人畜の性感染症を引き起こす、寄生虫であるトリコモナス類や、ネオカリマスティクスのようなルーメン神菌である。ゴキブリの好調に住む嫌気性の専門虫、エヌオバリスは、細胞内に無数のハイドロジェノソームを持っており、これはナイクタザースオバリスの細胞内共生体であるメタン菌と密接な関係がある。N オバリスのメタン菌は、 ハイドロジェノソームが産生する水素を利用してメタンを生成しているのである。またエヌオバリスのハイドロジェノソームのマトリックスにはリボソーム様の下流があり、強制メタン菌の 70S リボソームに近い大きさである。この特徴はハイドロジェノソーム内にゲノムが存在することを形態の面から支持するものと言われている。ありがとうございます。